こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ質問です。セブンイレブンでコンビニ受け取りができますかというテーマについてお伝えします。それでは、早速いってみましょう。はいえー、この動画では視聴者様から、えー、質問がありましたので、ぜひね、えー、回答させていただきます。えー、とセブンイレブンで、まあ、メルカリで商品を購入して、セブンイレブンで、まあ、商品を受け取る これでですね、セブンイレブンで一切ですね、受け取りはしてないんですね。はい。で、方法は一つだけあるんですけど、例えばメルカリで商品を購入しましたら、セブンイレブンにね、で商品を受け取りたいってことをね、あの、まあ、出品者の方に言っていただけばいいかと思うんですけど、まず黒根コメンバーでですね、入会していただいて、で、その商品をですね、ヤマト運輸で配送してもらえれば、メ お近くのね、セブンイレブンで受け取りしたいっていう風にしていただければ大丈夫です。これはね、あの、実際に、な、できるようなので、ぜひ利用していただければね、いいかと思います。はい。LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げるマルテマニュアルプレゼンします。ニックネームかスタンプお願いします。それと、全額転売コミュニティですね、えー、しています。ぜひ興味ある方ですね、お待ちします。 えー、LINE 登録後0円点売コミュニティに参加したいとメッセージをください。よろしくお願いします。あと、YouTube から質問一切受け付けてません。LINE アッ登録後によろしくお願いします。本日は最後に見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。